ナです。キーパー、田尻優太。ちょっと改めて紹介するんですけど、こちらのジェットさん。キーパーね。これね、ちょうど呼び方ちゃんとしてって、ミーティングで言われたばっかりなの。テロップ違う、毎回違う、呼び方も俺が呼ぶとき毎回違う。結構視聴者さんだったりとかに、誰なの本気だよ、その呼び名の人誰、結局誰ってね、いろいろ最近あるじゃん、ダディ、ドディ、ドディなんてね、ドゼット、クルー、いっぱいあるね、セルフタイマーとか、いろいろあるじゃないですか。思ってます。だからもう、このチャンネルで決めた方がいいと。ディーパーですよ、クルーでいきましょう。やだよ、やだよ。というわけで、ディーパーさんでございます。はい、ちゃん、あのね、元ダンスの仲間です。一緒に踊ったりしてました。そしてこちら、これは僕の中学の同級生です。この点共通するところがあります。ほう、胃袋無限説。あの、めっちゃ食べるんですよ、この二人。特にこっちは食べ過ぎてなんかすごいでかくなってきちゃって最近。というわけで、二人とも大食いなんですよ。まあ、この二人食べるんで、まあ決めちゃいましょう。キョンクマのチャンネルで出ているメンバー、一番食べるやつはドイツだっていうことで、この二人が UFO キャッチャーで撮った日の大食い早食い対決。あの、まあ、僕ちょっと UFO キャッチャー担当するんですけど、この後食べるシーンは熊くんに担当してもらうんですけど、ちょっとお見せします。はい、こちらでございます。まあ、この UFO キャッチャーで取り合って制限時間に取ったやつを大食いする対決なんですけど、いっぱい取れると思うんで、まあ、個数も関係しようと。じゃあ一体どっちが2人とも食べれるんだと。どうですか、実際どっちの方が食べれます。自分たちで予想してみて、2人とも食べるじゃん。どうなんだ、量は食べれるけどさ、ピノだよ。なんでピノなの。なんでピノだよ。大食い決めるのにピノ。本当だよ、田尻はすごいよ。おかしい、力士だもんね。食べてたらずっと食べる。これその情報取れたら力士系 YouTuber になるんだよね。なんで両国なんだよ。おお、まあ取った数を相手に食べさせられるんだ。はい、よし、それだけ分かってくださいね。どっちが大食いかを知りたいだけです、僕らが。なるほど、はい、アホみたいに対決してください。おい、なんだ、投げやりなんだよ。なんだ、投げやりと。それでは制限時間、同じ時間軸でいきます。制限時間10分でいきます。10分、10分間の間で2人で取り合ってください。その代わり時間稼ぎは禁止です。うーってやって自分のターンだけ使って相手のないやらさないのは禁止です。もう着いたらすぐに1ボタン押してもらいます。いいですか、頑張ってくださいね。最初はグーじゃんけんぽい。よし、それでは田尻君から。オッケー、それではいきます。はい、レディー、スタートしました。さあ、田尻君スタートしました。頑張ってください。行くぞ。ゲームって応援あんましなくていい。5分経過、早っ。ほう、いいんじゃない。いた、いた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 。あ、ちょっと手前すぎた。お、ちょっと手前すぎたぞ。なんと、いきなり。そうでしょ、やった。なんだ、え、すごい。ちょっとちょっとそれそれやばくないですか。3つ行って、3つ。じゃあ、はい、よし、早くしないと。取ってください。じゃあ、ここだ、ここ、ここ、ここ。さあ、ジェットクルー取れるのか。絶対もうジェットクルー忘れてるよね、名前じゃない。突っ込まなくなってきたよね、最初の。おおおおおー、すごい。いいよ、いいよ、いける、いける、いいよ。はい、2個、はい、2個。田尻君さん、今3個2個でございますよ。よし、行くよ。さあ、今のところ個数でいったら田尻君の方が有利知ってると思いきや、きや、よし、じゃあここ、ジェットクルー挽回、ディーパーね。よし、行け。おお、ちゃんと突っ込んで。ちょっと見てて、見てて。あ、そうだ、取れるか。おお、これまたなんか、あー、行った。取れない次第、1個も取れなかった。取れない人は噛まれますか。あ、痛い。怖い、噛まれんの。うわー、0個でした。0個、行きましょう。ディーパーのターン。はい、ドロー。頑張ってくれ。おおおお、控えろ、控えろ、控えろ、控えめ。あ、よー、あー、2人とも取って、はい、じゃあ噛まれてください。え、いいですか。やだやだ、後でいい。さあ、すでに3分近く経過しております。あの奥の狙います。多く狙うより1個を確実に狙ってこう、覚えとってくださいね。これいくんじゃないか。ただバランス的にちょっと海に落ちてしまう可能性もある。よし、4つ目でございます。いい感じですね。はい、はい、お願いします。1個ゲット。え、マジマジ、はい、いきます。よいしょ、はい、このペースだと全部取り切れないですか。大丈夫ですか、皆さん。どうでしょう。どうでしょう。あ、え、うわーい。まあ、個数的には4つと3つですね。はい、よし、来た、来ました。どこ狙おうかな。うわ、見て見て見て、ギリギリ取った、ギリギリ取った、ギリギリ取っております。よっしゃー、頑張ってよ。これは俺のものになるってこと。これ負けんでした。アウト。でもね、これね、田尻君ここに来て1個取れない事件でございます。そういう人は。よし、すごい、それは。そんなことある。どうやってやったんですか。簡単なんでしょ。よしよしよし、いい感じですよ。あー、もうね、もっと大きく取りたい。ここに来てきょんちゃん場所変えたじゃん。山にしてくれるところ狙うよ。もう半分来ております。4分20秒。いや、もうすぐじゃん。ここいけるか、どうなのか。オッケー、ドンピシャドンピシャ。あ、
ああ、惜しいか。よし、1個、よし、1個。むずいわ。優しいの落ちた。はい。入りました。ここでしょうかね。ピの5個の時点でもう20個超えてますからね。食べない意外と箱で見たら少ないように見えて、ピのその数って結構話出ますよ。そうだよね。うん、1個ぐらい取れてください。お、え、明日のここに来て引っかかる。よっしゃ、ここで引っかかって落ちない可能性もあるんで。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。今のところ同じぐらいの戦いになってます。同じですね。はい、今5個です。ここ、あ、ちょっと後ろすぎたかも。無難なとこ攻めましたね。ただちょっと位置がちょっと後ろすぎたかな。位置がちょっと後ろすぎじゃないか。あー、箱引っかかったんじゃない、これ。終えましたか。2つ取りありえるんじゃないこれ。ありえるな。あー、来た。ここに2で2個獲得。いやー、来たでしょ、これ。よっしゃー。さあ、どうしてもタジ君がちょっとずつリード。すごいですね。Z クラス意外とこういうの苦手ですよね。そうなんですよ。なんかね、戦いごと勝負系意外と苦手なね、ピーパーさんでございます。そうです。一つ言えることは、なんかちょっと不器用なの。そうですね。タジリは真面目すぎる。二人ともちょっとどこか可愛らしいかけた方をしてるという。真面目ってかけてるの。おー、1個だよ、どうしよう。今すごい適切なツッコミやりました。真面目ってかけてるの。残り1分半。やばい。ちょっとね、取るとこないから奥狙います。奥ゆうた、ここ行こう。いけ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 。はい。だって空箱にさ、でもうまい。腐って刺してる感じじゃないですか。そういうことだ。いけ。これ2個取り。2個取り。うわー、すごい。やば。クルーやばいじゃん。来たよー。え、マジ。お、あれ。あ、1個。え、また当たってる。1個獲得。えー、やば。あー、落ちないか、さすがに。落ちなかった。残り40秒。やばい。あそこに引っ掛けてと思います。ちょっと日本語が日本語おろそかですが、大丈夫ですか。もうそして変わらず1個になると。しかもそれなかなか取れない1個じゃないですか。そうですよ。残り時間やばいじゃん。もう10秒なのでラスト1回ずつ。ふざけんなよこれ。田尻裕太のせいだよこれ。田尻君が一番最初のターンだったんで、はい、これ制限時間なくあと1回ずつです。了解。じゃあラストいきまーす。これむずいよ。さあ、どちらを取るか。これをつきながらやってプラスにするか、これをつきながらでマイナスにして言い訳したということで相当ダメージを受けるか。これはもしかして3つ取りあるんじゃないか。3つ取りあるぞ。おーっ、よっしゃー。1個さ、何これ。どうくるー。よし、よしよしよし、1個か。よし、無難に1個ゲットしました。取ればいい。ラストターン3つ取るよ。じゃあここで3つ取ることができたら個数は並びます。そうね。ただここで取れなければ単純に不利な状態からのスタートになります。オッケー。ジェットクルー行くぞ。ディーパーです。おー、突っ込んだ。僕はここにかけます。この一手で全てが決まります。自信のことは 100% です。ださい。え、聞いといて。お、お、あ、また同じか。形が一緒。形が一緒ですか、これ。大丈夫ですか。え、あれ。あー、1個落ちた。この子のせいでだいぶ激しい戦いになりましたが、 UFO キャッチャー対決はタジリの勝利でございます。よし。ただこれは、まあ、UFO キャッチャー対決って言いますが、はい、本番は食べると。これどっちが先に食べきるかです。頑張って戦ってください。よし。ということで、お二人のおかえりなさい。ただいま。ただいま。帰ってきたー。UFO キャッチャー対決を制したのは、まあ、田尻君だったということで、9個対7個で早食い対決をこれからしていただきます。よいしょ。うぜぇ、マジテンション。今日はマジ一言なんで。見る側だもんね、一言。もうなんかして苦しんでるもう関係ない。おー、口悪いな。じゃあ、そうっすね、開けるとこからやりましょうか。開けて食べてを繰り返す。まあ、飲み物とか自由でやってください。準備しといていいですか。じゃあ、もう何でもいいです。どうでもいいです、一言なんで。ちょっと真剣にやらないとまた怒られるよ、あなた。UFO キャッチャータイムはくんちゃんがゲームマスターで、タイムタイムは僕がゲームマスターで。そうですね。なんすかこれ、何チャンネルですか。本当だよ。じゃあ行きますか。もうやんね、ね、まだ無駄話したくないし。したくないな、あんた編集大変です。大変なんだろう。これはもう単純に早く食べた方。そうです。っていうことだよね。まあ、UFO キャッチャーの分タジ君がちょっとリードしてる状態から。そうだね、数もだいぶ違うわ。ただいま深夜1時半でございます。何してんだよ。いただきます。はい、よっしゃ。よーい、スタート。よし、手でかっけるわ。どうも、なんか、え、すごい早っ。え、ギャル曽根みたいな食い方してるじゃないですか。あ、ダメ、全然違うか。今回、そうですね、運営撮影してから迎えにティッパさんと田尻君はラーメンを食べてきてるそうです。うん、迎えいっぱいでのスタートになってます。まこわか。やっぱ、田尻ゆっくり食ってますけど、ワンチャン田尻の方が早いっすよ。うわっ、冷た、冷て。お前リアクション、うわっ、これ一箱でもすごいね。すごい。え、待って、これ食べきれる。ちょっと本当ガー言ってくださいよ。うん。え、田尻が2個目。
2個リードした状態で始めた田尻がなんともうすでに2個目。リコさん何してんすか。すげえ。あ、何が思ってた。いや、田尻がいいこと思ってた。何先に開けて、そこに隠すよね。賢いわ。開けてる時間がタイムロスだ。いや、違うもぐもぐして次入れらんない時間帯に開けてんすよ。どっちが時間の無駄してんすか。いや、いいよいいよいいよ、なんか大食い対決っぽいよ。ごめんね。え、もう2個目開けんの。え、まだまだ。え、こいつ開けもんすね。四角花瓶じゃないよ。俺さ、めっちゃ歯磨くの好きだから全然大丈夫。強い歯磨くの好きだ。ほんと、うん、健康的なのに。これタワバコ。すげえ田尻、マジ化けもんだ。え、ちょっと、すいません、ちょっと目も当てられないっすって。田尻作戦やんなくていいんすか。男か、そこまで。ははは、なんも言わねえだ、田尻。うん、お前その食い方何も喋んなかったらただのフードファイヤーだ。お前早っ、マジかよ。しかもリバーさん大変っす。え、マジ腰型当ててます。あ、なんでだよ、運もいいのか。お、腰型。あ、そんな余裕がある。ちくしょう。いや、なんで口からの状態で開けてんすか。一個開けてもぐもぐしてる間に入れるから意味があるんじゃないですか。いらねえ。リーバーさん、タジリもう3つ開けてるんすよ。この人すごい。ディスタンス、いろんなとこもいい。何の意味があるの。おめえマジで何なんだよ。フードファイターじゃねえか。本気なんだよ。おわぁ、すげえ。かっこいい。かっこいい。タシリが、タシリがかっこいい。気持ち的に余裕になりたいね。え、気持ち的に余裕になりたい。はえ、ましょう。え、もしやばいね、タシリ。気持ち的に余裕になりたい。それ絶対視覚的にもっとやられるじゃないですか。え、本当にすげえ、タシリ。姿勢ちょっとも動いてないですからね、こいつ。なんだこいつ。なんだこいつ、マジで。こいつの食い方。諦めてんじゃないですか。諦めよ、俺は最後。ちょっと。俺はやる。そろそろ苦しがってやった時期。全然大丈夫。全然大丈夫なの。君は人間なのかい。うわ、かっけえ。らしいっしょ。え、声ちっちゃいんすよ。一口目なの。キモ。こいつヤバくないですか、マジで。え、じゃあ最後に一ついただきます。あ、間違えた。本名言うな。最後、リバちゃんいきます。まだある、まだある、リバさん。これ待てば頑張んじゃないの。リバさん、まだある、まだある。まだある。早く終わらせてじゃないんすよ。2箱多いからさ。ごめんなさい。とりあえずじゃあ食べちゃうよ、これ。とどめさせてあげてください。じゃあ最後一ついただきます。ほんとすごいね。はい、ごめんね。ほんとにすごい。この動画が良かったと思ったら。リカちゃん残ってるよ。みんなで美味しく食べよう。食べる前に頑張ろうって言ったじゃん、一緒に。落ち着いてたし。一緒にキョンクマ盛り上げるって言ったじゃん。言ったけど。ここで見せないでどうすんすか。なんでいじめるんすか。みんなで食べればいいじゃないですか。どうもー。あ、ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。